ると難しいんだよね。大丈夫大丈夫、ゆっくり覚えよう。勉強か？二人とも熱心だな。だってもうすぐテストだもんね。あのね、実は僕も SAO 機関車学校のテストを受けることになったんだ。へえ、そうなのか。だからこうしてアスナにテスト勉強を見てもらっているんだけど、やっぱ勉強って難しいね。でも勇気すっごい頑張ってるよ。何事にも一生懸命だもんね。自分で受けるって言い出したからには全力でやらないと。アスナとは学年が違うから別のテストを用意してもらえるんだって。なるほど。勇気のテスト範囲ってどこら辺なんだ？あ、今見せてあげるよ。国語はこのページからこのページまで。おお、結構広いんだな。でも勇気は国語が得意だよね。うん、こう見えても読書家だもん。あれ、誰か来たみたいだよ。誰だろうな。どうぞ。やっほー、みんな何してるの？あ、よう、ストレアか。やっほー、ストレア。今ね、アスナと勉強中なんだ。勉強？今度テストを受けることになったからアスナに教えてもらっているとこ。へえ、面白そう。面白い？辛いだけだって。それは日頃からちゃんと勉強をしていないからだよ。正論すぎて言い返せない。ダメだよ、学生たるもの日々勉学に精進しないと。な、心がけます。学生ってみんなで勉強したり運動したり遊んだりして過ごすんだよね。いいなあ、私も学生してみたい。授業とか厳しいわよ。平気平気、私勉強得意だもん。本当？それじゃあこの問題ってわかる？どれどれ？簡単簡単、その答えはルート3。正解。本当にすごい。一瞬。こう見えても私演算は得意ですから。そんな特技があったのか。考えてみたら、ストレアは AI だから演算が得意なのは当たり前じゃないか。あ、バレた？ねえねえ、それよりどう？これで学生になれるかな？学生どころか先生になれそうな気がするけど。先生も面白そうだね。でも今なりたいのはみんなと同じ学生かな。ストレアがクラスメートなら楽しそうだよね。クラスの男子が黙ってなさそう。なんで俺を見ながら言うんだよ。女子高生姿のストレアはきっと綺麗だよ。女子高生か、いい響きだね。いい響きかどうかはちょっとわからないけど。勇気が言ってたように形から入ってみるのはありなんじゃないか。形？それって制服を着ろってこと？うん、そうそう。待て、普通に考えたらここに制服なんてないか。裁縫スキルがうんと高ければ制服みたいな服も作ることができるんだけどね。 ALO では私がみんなに制服を作ってあげたよね。けどさすがに今ここでは作れそうにないかな。うん、何をすれば女子高生を体験できるかな。学生だから例えば青春っぽいこととか。知ってる、河原で殴り合うやつだよね。なんだよその例え。あ
それは男の子の青春のイメージかな。そうね。だったら恋愛とか。恋愛か。ん？俺を。だって恋愛でしょ。ここに男の子は一人だし。時には助け合ったり。なんかそれパーティーメンバーみたいだね。実際そうだと思うぞ。みんねえ、それなら勉強の息抜きにみんなでクエストでもやらない？あ、それいいね。ずっと行きたいクエストがあったんだ。じゃあやろっか。友情を深めるって意味も込めて。友情を深めるってなんかすごく青春。もちろん君も付き合ってくれるよね。あ、特に何もないし付き合うよ。よし、それじゃあ一緒に青春しよう。さあ、それじゃあ始めよっか。こっちは準備 OK。 青春しよう。よし。なかなか手ごわかったね。でも楽しかった。みんなで協力して楽しめるクエストだったでしょ。うんうん、まさに青春だね。よかったね、ストレアさん。それじゃあ町に戻ろうか。あ、見て見て、向こうに綺麗な湖があるよ。ねえ、あそこで遊んでいかない？もしかして湖に入るってこと？もちろん、みんな行こう。あ、おい。気持ちいい。本当に飛び込む。ちょっと勇気。冷たくて気持ちいい。勇気、行くよ。やったな。俺たちも行こうぜ、アスナ。これも。なるほど、これも青春のためよね。よし、行くわよ。アスナも入りたかったんだな。うわー、水が綺麗で気持ちいい。だよね。でもこうするともっと高く冷たい。やったわね。甘い甘い。えい。あ、後ろからなんて卑怯だよ。僕アスナの味方だもん。2対1。それじゃあ俺はストレア側につくぞ。それでも負けないもんね、ユキ。うん、それじゃあ私も本気でいっちゃうよ。よし。みんな思いっきりはしゃいでいたよな。一番はしゃいでたのは君じゃない？え、そうか。最後は3対1になったのに、一人になってもずっと戦い続けていたもんね。まあ負けるのは。クエストで協力し合って、湖で遊んで、まさに青春だったね。みんなが一緒だとクエストをやるだけでもいろんな思い出ができるよね。それじゃあまた今度みんなで一緒にクエストをやろうよ。賛成。じゃあそろそろ町に戻ろうぜ。アスナ、どうかしたか？ううん、何でもないよ。またやりたいね。やろうぜ。他のみんなも呼んで。うん。